ご存知の方はお待ちかね、ご存知ない方はなんじゃこれっていうのが相棒の。失礼いたしました。ちょっとトカゲ捨ててきましたので、あ、大丈夫ですよ、後でちゃんと拾いに行きますから。あれ、一応私の相棒なんでね、なんだかんだ言いながらね。じゃあここからは私シンガーソング、ギャグなしのシンガーソングライターの部分で勝負していきたいと思います。本日1曲目は言えるかな1997年週刊少年ジャンプで連載開始以来、アニメ、映画、舞台にとその世界を広げている誰もが認める国民的大人気大ヒット作、尾田栄一郎先生のワンピースのアニメの主題歌にちょっといいんじゃねというタイトルの曲を歌います。君が目指してる場所がその地図に載ってなくても、だからといってその場所が存在しないわけじゃない。本物の勇者ならどんなことすら糧にして、自分が強くなるためのアイテムさと笑うだろう。重くなったその古い布団を跳ねのけて、荷物なんて後から揃えればいい。まずは仲間が待ってる花やきつくの船と、Let's go! 輝ける黄金の翼
笑うだろう。レッツゴー、さあ飛び込もう。狂乱とともチレンが割ってる社会というのの激しかれる海の中へ、一人で戦う必要ないんだ、変わりるじゃないか、みんなと一緒なら乗り越えていけるさ。レッツゴー、輝ける黄金の夜明けはもうちゃんと君のその胸の中に眠っていて、いつ君がそれに気がついてくれるのかと息を潜めて待ってる。手に入れて笑ってやれ。Yeah.
だから情報に放され今日まで聞
してあなたのせいばかりじゃないわ。腐れ縁なのかしら、いつもこうなのね。別れた試しがないの。でこの曲感想がすっごい長いんですよ。でコロナで、ね、自粛になっちゃう前はこの感想の間に客席に降りてお客様の一人一人と握手をして回ってたんですね。でそういう時にこの曲ちょうどよかったんですけど、こうなってしまうとこの長い間をどうすればいいんだろうかしてね、なんで私こんな感想長くしちゃったのかなって。このジャズピアノも頑張って自分で弾いてはいるんですよ。でもはっきりして弾くことできません。続々登場いたしますので、どうぞ皆様最後まで。